僕は2つの理由から、えー、対人の問題を起こったことが今までないです。1回もね。えー、1つは、一つはすごいシンプルであの対人の問題をどうでもいいと思うからです。ただ単に、ただ単に相手帰れないし、まあ、自分と会わなかっただけだなと思ってたっていうことがここまでね、このつい1年か2年前ぐらいまでの僕の捉え方。これは1つすごく重要です。 対人に対して起こった問題に対して自分ごとっていうか自分とぴったり同じに重なって考えると頭おかしくなっちゃいますので皆さんけどそれを考えてしまうんですよねあのまあ僕は感情に寄り添うっていうことを結構散々言ってるんですけれども感情に寄り添う時のポイントは相手とぴったり同じに感情に寄り添ってしまうと精神が壊れてしまいますどう考えたってどう考えたってね だから重要なことは、うん、表面だけその温度になる。ぴったりその人と自分ごとになるんだけれども、表面だけその温度になって芯は一切動かないよっていうふうな寄り添い方がすごく重要です。ちょっと話はね、めちゃくちゃ飛ぶんですけれども、何が言いたかったかちょっと一気に戻します。うん、さっきの話はそれただけです、ただ単に。